このものの40分ぐらいが幸せでした。あなたの人生の意味は何ですか？はい、今朝ごはん作ってきました。納豆とサラダとチキンで、中に米が 100g 入ってます。味噌汁の具材にちゃんぽんを入れました。この前のやつ、なるべくね、自炊をするようにしています。なるべくっていうか、もう8割7割が自炊だね。自炊ベースで、まあこういった家庭科にあるような料理を食べながらの、好きなものをちょこっと食べるっていう感じの生活をしています。今のライフスタイル、マジで目分量でやるんですけど、いつもめちゃくちゃうまいっす。最高。俺って最高。今日も気軽な感じで Vlog を撮っていくので、皆さんもね、気軽に見てほしいなと思います。うわまた買っちゃったよ。やば。朝もご飯食べたんだけど、コンビニアレルギーじゃん、なんだっけ、中毒。そう、コンビニ中毒かもしれん俺。コンビニ行かんと気が済まんもん。やばいや、やばいや。で、あんまお腹空いてないの買ってしまう。何、俺何これ買ってるば。なんで俺これ買ってるば。やばいだろ。おはようございます。今日も一日頑張っていく。添加物、あ、はい、添加物は言ってたら美味しいわ、うん、それ何、このシャリガリ大根、はい、あ、これ、うん、エビチリじゃん。中華。今日は何トレですか？今日は背中だね。胸やってたけど背中。そう、今日は胸トレです。いや、今日も、まあ、同じメニューなんですが、プレスメインで、高重量を扱って、最初はどの高重量乗せなくなっていったら、ちょっとずつ重量下げてやっていく感じだね。どういうの？幸せでした。今日何日？12月12日か。
です。こっち月曜日なんですけど、この晴天、光映ってるかな。いい感じ。曇りマークだったけどな。ね。とりあえず晴天になってトレーニングで幸せだったんですけど、これからもっと幸せな場所に行きたいと思います。何？私から、ああ疲れた疲れた。ジャスの中の定番を教えてね。やっぱり最近ニンニクに甘だれ、ダツエダツエ豪快。んタレ間違ったびっくりした。あ、おいしそうと思った、うん、梅しそうじゃん。Yeah. 美味しい。そう。すいません。一番好きなラーメンの味は何ですか？豚骨。あなたの人生の意味は何ですか？僕の人生はマヨコンピザです。なんか呼んだ。言わなくても伝わるんじゃん。伝わりやすいやん。最北端のファミリーマートに来ました。すごくない？これ以降あっちはコンビニがないって考えたらすごくない？すごい。なので最北端のコーラゼロいただきます。うん、味違う。最北端最北端なんですよ。は？やばいじゃん。やばいだろこれ誰？まあ俺は大自然を見ながらくつろいどくのでサーフィン楽しんでください。すごい。ちょっと散歩します。うわおえおうわいい。マジこうか、こうがいいか。ほらすぐ隣海を歩けるっていう。あっちは風強くて波が荒いんですよ。だけどここの下降りてきたらこの雰囲気良くない？この雰囲気わかる？伝えたい。え？俺そんな下手くそだったっけ？もう一回行きます。やばい、やば、3回ぐらいしかできない。来た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 、見た？おほほ、画角映ってるかな。最高、完璧完璧だよ。なんかさ、こういったゴミが打ち上げられてるの、なんか悲しいね。これは韓国かな。やっぱ沖縄の裏側ですね。ゴミがね結構打ち上げられてくるんですよね。ただいまの時刻が17時32分です。沖縄も夜はね肌寒くなってきていて、今若干寒いっていうか肌寒いです。今日はね自然を堪能できたし、自分が大好きな寿司も食べれたし、筋トレもね楽しんでできたので、もう大満足です。僕も日常を心から楽しんでるので、皆さんもねこの動画を見て楽しんでもらえたり、モチベーションになってもらえたらなと思います。今日の動画が自然だなと思ったら、あざとや。自然だな。自然だなと思ったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではね、次回の動画でお会いしましょう。アムジャストなら。